はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画はですね、もうネットにめちゃめちゃ美味しそうな海鮮セットを発見いたしましたので購入しました。まあね、今日のこのオープニング撮影は後撮りでございますので、もうね、実食したんですけどめちゃめちゃ美味しかった。かなりね、贅沢三昧の美味しいセットでございましたので、本編の方をご覧ください。はい、ってことで今ね、食材の準備が全て整いました。で、食材の方がこちらから、甘塩銀鮭の切り身、銀鮭西京漬け、塩たらこ、あごだし仕立て明太子、マスイクラの醤油漬け、今回はね、こちらの5品のラインナップとなっております。で、プラスアルファにね、これ7合のお米用意しましたんで、白いご飯と一緒にね、食べていこうと思います。それではいただきます。じゃあまずこちらの甘塩の鮭ね、鮭はこんな感じでございます。もう脂がね、めちゃめちゃ乗ってんの。いただきます。うん、ね、うん、やばこれ、この鮭めちゃめちゃうめえぞ。うめ、油の海苔が半端じゃない。身もね、めっちゃ柔らかいし、油がすごい乗ってる。あ、これはうめえわ。続いてこちらの西京漬けでございます。西京漬けの見た目はこんな感じ。いただきます。うん、あ、これもうまい。味は先ほどの塩鮭に比べると比較的薄めなんですけど、このね、西京漬けの甘みとコクがね、めちゃめちゃうまい。うん、じゃあちょっとこの続いて塩たらこさんですね。ちょっといっぱいね、本数あるんで贅沢にいかせていただきます。うん、卵も皮もプリプリで食感がね、いいです。もうめちゃめちゃいいで、かつ塩加減もすごくちょうどいいです。うん、うまっ。もう一本食べちゃおう。でも今日ね、ちょっとご飯足んなくなるんじゃないかと思って、このたらこと明太子に関してはまだ余ってるんですよ。でもね、やばい、ちょっと7個じゃ足んなかったかもしれない。うますぎてね、ご飯がすごい進む。ちょ、次明太子ですね。はい、明太子はこんな感じ。それでは明太子の方も、あ、うん、まあ、うめ、これめっちゃうまい。うん、明太子の方も先ほどのたらこと同じで、卵も皮もプリップリしててめちゃめちゃうまいんですけど、ピリッとした辛みとこのあごだしのね、香りがしっかり残ってるんですよ。それがね、すごくいい。このラインナップだと飲まずにはね、ちょっといられないんで、行かせていただきます。いやー、めちゃめちゃビール合うな。ちょっと明太子と、めっちゃうめえ。よいしょ。うん、めちゃめちゃうめえな。そしたらそろそろこちらイクラちゃんもいっちゃってよろしいでしょうか。イクラはこんな感じでね、ご飯の方に、いいよっと、
うわ、うまそう。大量に乗っけて、いくら丼に。いや、うまそう。あ、うめえ。このイクラめちゃくちゃうまいです。比較的醤油漬けの塩分の方はね、そんな強くないんですよ。でもイクラ自体のうまみが強い分、醤油とかをねかけなくても丼として成立してる。最高にうまい。これでいい。めっちゃうまいな、これ。めっちゃうまい。イクラだけで。ああ、うめえ。やばいな、今日。無限に食えるな。そろそろ汁物が恋しくなってきたんで、こちら、作ってきました。はい、汁もん。うん、優秀な汁物でございます。よっ。あ、滑る。あ、滑る。なんで？よいしょ。うん、はい、今ね鮭の方が全て食べ終わったんですけど、残りのご飯がねこんなもんなんですよ。なんでイクラを全てかけて、明太子とたらこの方はこれ保存したいと思います。さすがにねちょっとご飯が足らなかった、やっぱり。残りをすべてかけたイクラ丼、こんな感じでございます。めっちゃ豪華じゃない、これ。やばいね。うん、はい、そしたらこちらのイクラとご飯ね、最後の一口でございます。うん、うんうん、はい、カップラーメンも完食ということで、ごちそうさまでした。はい、ということで本日も食べ終わりました。いや、これね、鮭、たらこ、明太子、いくらと、いやもう全てうまかった。この一セットあればね、この朝に鮭食べて、夕方にお弁当に西京焼き入れて、夜にたらこ食べて、いくらをつまみながらお酒を飲む、一日ねこれ贅沢できる。めっちゃ贅沢これは。まあ、今回の食材は冷凍で送られてくるんですけれども、どれもね冷凍と思えないぐらい油の乗りとか旨味の詰まり方で、皮とか卵のこのプチプチ感と、このセットの素材全てがねもう新鮮そのものでした。ぜひねこの商品が気になった方は概要欄に購入ページを記載しておきますので、そちらから購入してみてください。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画良かったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあね。